上流階級、上流階級、上流階級、アッパークラスは、社会的に上層に位置する階層からなる階級。近代以前は貴族を中心とした土地、農業利害が主体であったが、近代以降は、次第に金融利害へと重心を移していった。中流階級や労働者階級と違いその構成は、血縁、隕石関係による行動質性を持つことが多く、子孫に、 特権的な地位を継承することが可能である。ほとんどの先進国では、共和制であることから、法的な身分としての上流階級は解体されたが、イギリスは王政であることから、依然として上流階級としての爵位を持つ貴族、ジェントルマン界は健在である。なお、同じイギリス領でもカナダ、オーストラリア、ニュージーランドには、貴族がいない。また、 アメリカのような貴族制度の存在しない国でも、不豪であり、政治家を多数排出した、ロックフェラー家、ブッシュ家やケネディ家などに代表されるように、別の意味での上流階級の存在が顕著な場合も、ある。日本の場合、日本国憲法施行により、家族子族制度、王公族制度が廃止され、貴族制度を認めない、日本国憲法第十四条、法的に裏打ちされた。 貴族制度は消滅した。功績を離脱した旧宮家関係者からなる菊江新牧会や旧家族関係者からなる霞会といった団体が存在し、旧家族、旧宮家の系統が現在でも大きな富や社会的威信を因然と持っている。特に男性皇族の置き先選びでは旧家族令状が候補に上がることが多い。皇室は 絶大な社会的権威を維持しているが、敗戦後の GHQ による皇室財産摂取や日本国憲法第8条及び第88条による財産権の制限を受けている。一般国民の対義語として上級国民という語も存在するが、時代により定義や語例が異なる。平成以前の文献で確認できるのは二件のみであり、 いずれもその人物のみ使用した造語で普及はしていない。対正思想集一巻、1978年によれば、文地や職業にいて限られた範囲の国民について、仮にこれを上級国民という手を買うとあり、君主の任命にかかるものと同列に、上級国民の指定にかかるものが並べられている。立憲君主制、制限君主制、普通選挙権、 議会制度に関わる概念として用いられている。1935年の小山文太郎の講演では、上級学校に進学して卒業後は、指導階級になる立場のものを意味するものとして使用された。東京オリンピックのエンブレムが著作権を侵害しているという疑惑、佐野健次郎東京オリンピックエンブレムに関する騒動以降、 一般人の理解を超えた言動をする政治家、専門家、両党を指す者として、急速に広まった。2015年9月に、オリンピック大会組織委員は、エンブレムの白紙撤回を表明した上で、著作権侵害ではないが、一般の国民から理解を得られないと述した。この発言を受け、報道やインターネット上の言論等では、一般の人の感覚や理解を超えたものとして反発が、 広まった。2019年4月の東池袋自動車暴走死傷事故で元高級官僚の加害者に対する警察や報道の過剰な配慮に批判の声が上がり、この加害者を上級国民と揶揄する騒動があった。この騒動で用いられた際に意味合いが不当な特権を持つ上層エリートに変化した。歴史的にイギリスの上流階級は 貴族と身分的には、ジェントリ、ー、平民地主によって構成されてきたため、地主貴族あるいは、ジェントルマン階級とも呼ばれる。イギリスは二院制の国だが、貴族の代表からなる貴族院と、平民地主の代表である、庶民院というのがその始まりである。19世紀に選挙法改正が進んだが、地主優位は変わらず、結局、ジェントルマンたちは16世紀頃から20世紀、 初頭まで事実上の支配階級として、イギリス社会に影響を及ぼし、スクワイアラーキー、地主支配体制と呼ばれる体制を築いていた。時代、株式などの不労所得を重視したため、製造過程と関連の深い産業資本化を排斥したものの、地主だけでなく大貿易商や国境会行為、聖職者、内会、高級軍人、 銀行家などを時代と共に体制に取り込んできたことと、支配階級としての正当性を示すために、積極的に責務を務め、犠牲を払うという建前を維持できたことが、体制持ちに寄与したと言われる。積極的に従軍したことが裏目に出て、第一次世界大戦を境に衰退。ただし、支配階級ではないものの、現在でも、伝統の担い手としての上流階級は健在である。 長年、東部ドイツでは、ユンカーと呼ばれる、地主貴族が治めてきた。エルベガー伊に領地を持つ、中世の騎士たちが直接に、農地経営に乗り出すようになったことに始まる。彼らは、領地内に直営農地を所有して、自身もそこで暮らすというグーツヘルシャフト、グーツヘルシャフトと呼ばれる、領地経営を行うようになった。また農民に不益を貸し、さらに領主裁判権、 警察権を行使することで農民を強力に支配した。領主が時代取得者に過ぎず、直接に農地経営しないウルントヘルシャフトと呼ばれる領事業を行い、領主裁判権も持たない西部ドイツの貴族とは対照的な存在であり、農地が豊かな東部ドイツ特有の貴族であった。ユンカーは18世紀以降にはプロイセン王国の貴族階級の中心になり、 プロイセンの将校と官僚を独占するようになった。第二次世界大戦後、東部ドイツを占領したソ連赤軍が徹底的な農地改革を行った結果、ユンカーも完全に解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。